外に、はい、まあ、遠征というか長期長い間の遠征に行く予定とかはないの今のところ。ないないですでもおっといやでも試合していきたいけど、なんか住みたくはなんか希望はないです、ね、住みたくはない。あ、じゃあもう本当に海外遠征試合で全然本当に行きたいですね。試合で帰ってきたりとかアメリカとかヨーロッパとか、まあアメリカとかメキシコでも行ってみたいですね。いやメキシコはあなたでかすぎる同じサイズの人いないです、ね、相手がいない。でもアメリカとかそうもちろん行ってみたいですね。勉強ためにってけどわけじゃないから、ちょっと新日本で強くなって、で新日本の強さアメリカにとか言って、その見せたいかなと思うんですね。あと自分はまあ新日本だけじゃなくて、日本だけじゃなくて、カザフスタンのアマチュアレーシング選手としてもあるし、カザフスタンの初めてのプロレスの選手として海外に行ったら、もうその行ってからもちゃんと最初からのが強さ伝わらなきゃいけないかなと思うから、もう本当に強く行っても勉強するのできるじゃないから、もうそのまま強く見せるとか。すげえ、カザフスタンで今までプロレスラーいないんだ。ないです、はい。全部が初めてみたいな感じじゃん。すごいね。いや、すごいですね。もうね、すごいしかないのよ。まだちょっとしか経ってない。ここですごいですもんね。そこです。ここで、この時点でものすごいんだよ。ですよね。これどうすんの？どうすんの？ここどうすんだよ。うん、夢みたいな。夢は、はい、いっぱいありますけど、うん、一番大きな夢は、もう本当に有名な選手、なんか新日本だけじゃなくて、もう海外の全部の団体組み合ってトップの選手になりたい。棚橋さんみたいとか、あと、まあ、ライガーさんみたいとか、アントニオ猪木さんみたいとか、新日本の選手は3人しかいないじゃないですか、WWE の。ああ、はいはいはい。それはカザフスタンの選手としては入りたいかなと。それはすごいよな。それの夢もあります。初めての殿堂入りになるんだよね。はい、今までいないから、もうもちろんその新日本プレスの選手としてカザフスタンの中心としてそういうの4番目に入れるかな。いやー、カザフスタンで1番目になれるよ、はい、それはもう本当に今のままで僕十分なれると思う、うん、でまだまだいろんなもん吸収したいと本人は言ってんだから、そういう意味も込めて海外遠征とか試合でね行って、例えば1年2年とか行くとか、夢で潰されそうになることがあるかもしれないけど、絶対初心忘れるべからずっていう言葉は日本にはありますけど、必ず取るんだ、必ず WB の殿堂入りするんだ、今の発言を忘れないでね、いてくれたらとてつもなくすごい選手になっちゃうの、うん、ありがとうございます。いやいや、これは嘘でもんでもないよ。今回のライガーさん優勝できなかったですけど、 G1 ですごく活躍されて、もうなんか超人だなっていうか、もう違う人なんだな、人間としてちょっと違うのかなっていう。違うと思う違いますよね。違うと思う違いますよね。違うよ。だからさ、これでインタビューじゃあさやりましょう、うん、ボルジニオラク選手です、何かける言葉、もう頑張ってるしかないよできるしやってっから、うん、本人がで、これからまだまだやんなきゃダメです、僕強くなりたいんで、そんな選手の方が何やいの、いろいろ戦った中でファンとしてはいろいろ嫌いと思うんですけど、 あの中で一番どの試合が大変というか、 G1 で G1 で選手の中で一番、まあ大変というのはちょっと自分の中で大変というのはあまりないですけど、大変というのはもう G1 でやって大変なこともなかったですよね。ないな。大変っていうのは、もう勝って負けても、どっちの試合も全体に自分の中に印象が残ってるし、絶対いいものがあると思うから、もう負けても、まあ苦しいところはあったけど、負けても優勝逃げなかったけど、でも、もう G1 出てすごいなんか、もう幸せだったかなと思うね。でも自分に対しては、G1 に出てちょっとちゃんとプロレスになってるかな、ところがあるから、それが嬉しいですね。なんでこんな素だわ本当ですね、あんたいい育ち方してないと思う
本当ですよね。まあ、素直に負けてもそれでも10万に出れたっていう、うん、それが嬉しいって、勝つのも嬉しいけど、うん、そんなこと2年目で10万に出て言える？いやすごいですね。こう本当インタビューできないの。すごすぎて、もう感心するわけないんだよ。頑張ってください。大川さん的にどういう風な選手になっていってほしいなみたいなのあります？このままで。このままで。気持ちっていうか心構えもそうだし、うん、考え方もそうだし、俺がどのものに言う隙間ないよ。ないですか？ない。ないね。ただ。やっぱり精進あるのみなんで、練習頑張ってください。まずは練習頑張ってください、うん、でプロの自覚を持ってください、うん、俺はプロなんだからってそういう気持ち、うんうん、それさえあればもう彼には何もないで、うん、もうすぐなるかもしれないですよね。ここでちょっとこの視聴者の皆さんに質問しようよ。はい、シングルのチャンピオンにボルチオレフ選手があと何年でなるか、うん、1年以内、2年以内、3年以内、これ3つ、うん、俺はそれでなれると思ってるから、うん、その3年以内までで彼はベルトを取れるだろうって思いを考えてるんで、だって今年の G1 優勝彼がとら言ってるの、はい、シングルだ、シングルだよ、うん、チャンピオンになる。俺はあと何年だと思うっていう人はちょっとここまで連絡をもらいたいよね、うん、ビビビビビつってね。俺はファンの声も改めて聞きたい、うん、ポッチン選手はあとどれぐらいでチャンピオンになるつもり？シングルの、まあもちろん早く取りたいけど、まあ、そんな簡単に取れるわけないだと思いますけど、まあまあ、ライガーさん言ってる通り頑張ります。3年以内でなんていい子だよ。 おじさん本当にもうキュンキュン来てるなんていい子なんだろうって。でもね、すごいなんかいいですね。今本当は1年って言っても2年って言ってもいいのにちゃんとライガーさんのこと気を使うっていう、はいね、年寄りに気遣いをちゃんと、もうちょっと待って。そこ余計なんだよ。やんこと言うな。ただやっぱり一番怖いのは怪我だよ。あー怪我です、ね、これが一番怖い。怪我で半年1年って休む人いるから、うん、だったらせっかく今までやってきてるのにゼロになっちゃう、うんうん、やっぱりできない時はできない、しょうがないんだよね。しょうがないんだけど時間を無駄遣いしてるよね、うんだから蹴るだけでも気をつけるなっつっても怪我はするんだけど、うん、なると怪我しないよ。怪我しないよな。怪我はしそうな体ですけど、まだプロレスでそんな大きな怪我ないですけど。俺もう違うんだな。アマチュアですね。結構体が違うんだな。物が違う。物が違うですね。物が違うよっていうとこよ、うん、まあ、だから僕から別に締めになる言葉かなとは思うけど、本当に怪我しないようにで真面目に練習に励んでください。もうそれだけだね。でもまだ締まってないんですよ。あの、はい、あれですか、堀内選手にライガーさんのことシェイクしてもらいたいなと思ってるんですよね。いや絶対大丈夫です。お前ちょいちょいいやそれファン見たいですもんね。ファン見たい。じゃあ俺がやられるのが見たいか、サルタさんがやられるのが見たいか。え、そしたらライガーさんじゃないですか。いやいやいや挙手だ、挙手だよ、挙手だ。はい、サルタさんがやられてるのが見たいと思う人、お前らさんって。いやいや、最初、サルタさん違う、なんでどうしよう。俺はいいんですよ。今現役じゃん、はい、素人やん、はい、引退して5年やん、はい、こう違いはどうあるの。俺はいいです、俺も。はい、行こう。この形になって、まあ、手はだけ出さないけど、はい、引退です、はい、どうやっていいですか。じゃあ行きますね。うわっ、あー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 っ、投げていいですか。やれ。
ょ。目の前にチカチカ出てる。見たことないチカチカ出てる。あ、そうなんですか。だからグレコローマンってこうやって横に転がすやつだったら、はい、ドキドキしてみて、あ、でも脇腹折れる人もいる。へぇー、これ、こう、こういうやつで、そうそうそう、あ、ちょっと待って待って、ポキッてなって今やばいですよ。でも絶対これなら僕簡単に軽くやったじゃないですか。やばい。あー、ジャイガさん、いや、俺知ってるのアマチュアレスリングなんですよ。ライガーさん、ライガーさん、ブルーベイでもいいですか。ライガーさん、シェイクしてくださいもんね。あ、さっきは、シェイクから行くの。あ、シェイク行きます。これ、脇に行くから行くの。はい。あ、いや、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 心臓止まる。じゃあ、ちょっとシェイク、シェイクしましょう。シェイクしましょう。大丈夫ですか。怒らないですか。いや、みんな見たいっすよ、ライガーさんから。すいません、はい、いきます。はい、よっしゃー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 、すげえ。はい、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、すげえ。すごくないですか。すげえ。息もできないし。これ試合の終盤とかやられたら、ハーフが来てるところでこんなことやられたら息できないし、振り回されるし、これで最後投げられるんだろ。プロレスやばいぞ、これ。これ疲れてる時やらないと、なおさら頭回っちゃいますね。今普通にこう呼吸してる状態でやられて、こんだけ苦しいんだよ。これ、ハーフ入ってクラクラしてる時にやられたら、ゲロ吐くで。やばい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごい。いやー、これ本当にわけわかんなくなっちゃいますね。最初みんなそういうなんかダメージがないと思う人が多いけど、やられたら冗談で冗談で。おい、出てこいって誰だ。言ってんな、お前は。俺が責任持って怒る。お前なっつって。さっきの最初の心臓ここの分なんて。心臓がクルティクルティって言うんだもん。ってことはもうあれですか、もうバックドロップとかやるけど、全てもうそれをもう掴んだだけでもう技になっちゃうぐらいな。ガンって掴むの。逃げるだけあえて掴まないようにとかよくやる人も結構多いですね。特にグラウンドになったら、もうあのグラウンドになった瞬間この掴むまでも結構戦いが結構あるから。だから今度オレグ選手の試合を見る時とかは、あ、オレグ選手がクラッチ行きたいんだな、でも相手選手はガードしてるな、逃げてるなっていう怖いから、攻防も楽しめますよ。だから本当にプロレスから目が離せないっていうか、そういうのも楽しめるようになったら、またプロレスの違う楽しみ方ができると思うんで、すごく広がっていくよね。まあじゃあ、まあ、最後の最後にポルチン・オリグ選手の夢、希望というのをあのカメラに向かって語ってください。とりあえず今日はありがとうございました。本当にいろいろ自分に対しては力になると思いますけど、もう3年以内でとりあえずベルト取れるように頑張りたいだと思います。ファンの皆さんから、もちろんライガーさんの皆さんから応援よろしくお願いします。頑張ります。いやー、そうだよ、これファンすごいかもしれない。3年以内ベルト取るよったら、タグのベルト取ったわけ、俺ファン代表じゃん。ファン代表、今度ファン代表としてあと3年以内にシングルのベルト取ると思うんで、はい、皆さん本当に応援よろしくお願いいたします。ポルチン・オリグ選手でした。